今日は9月の上旬。本当なら台風が来てるはずで、家でおとなしくしてる予定だったんですが、大阪の空、いやここは京都でした。京都の空はこんな感じです。京滋バイパスです。今まであまり通らなかったんですが、ここのところ動画の撮影やら他の用事やらで通る機会が増えた京滋バイパスです。おかげで渋滞ポイント大山崎分岐の正しい抜け方も学習しました。大きな声では言えませんけどね。右は桂川、内川、木津川3線合流域の展望塔です。実は行ってみたい場所の一つなんですが、ここから見る限りあの場所からだと3線が綺麗に見えるわけでもなさそうだし、高さ的にもこの京滋バイパスからの方がよく見えそうだし、ちょっと行ってみるか悩ましいところです。ただ京滋バイパスからは帰りを合わせても高々数十秒、ゆっくり見えるのは間違いなく展望塔です。桜が有名なので桜の季節にセットで楽しむ、これが正解かもしれません。しばらく来ました。南郷で降りようと思っていたら出口ありませんでした。あまり通ってないのがバレバレです。この先の石山まで、ちょっとこの看板情報量多すぎて結局何書いてるか分かりません。石山といえば石山寺ですが、まだその順番ではありません。そこはまた次の機会ということで、今回はバイクで行く西国三十三所巡礼第12番正法寺、別名岩間寺へ行ってきます。京滋バイパスを石山で降ります。当然石山寺の案内が出ますが、今回はこっちです。正法寺、知りませんでした。さっきの看板は岩間寺でした。こっちの名前の方が有名なのかもしれませんが、それも知りませんでした。細い山道を登っていくお寺らしく、ちょっと心配しています。さっき来た京滋バイパスを渡って、この辺から狭い道です。この鳥居は奥宮神社って書いてます。岩間寺はここを左のようです。なかなかの上り坂となかなかの狭さです。この調子が続くと暗がり峠のようにバイクから異臭がしてくる可能性があります。このバイクには危険な場所です。いよいよ心配になりかけた頃、駐車場見えました。助かりました。ここは第二駐車場のようなので、このまま進んでみます。結構車止まってます。登ってきました。バイク止めて良さそうです。ここで良いか聞いてきます。ここでいいですか？あ、この奥へ。もうちょっと奥のようです。ここにしておきます。入山拝観料は700円でした。ナンナのところだけ貼り替えてあります。あ、はい、これいただいていいですか？はい、ホームページは500円だったんですが、値上げ直後でしょうか。ちなみに駐車料金は無料です。ありがとうございます。これはボケ封じ観音だそうです。ボケ封じってもう放送禁止レベルと思うんですが、私が言ってるわけではありません。ガイドに書いてあります。仁王像です。ここは門じゃないんですね。門じゃないのは初めてです。もしかしたらここが門跡なのかもしれません。
なんか準備されてますね。参拝して構わないんでしょうか。まずは本堂です。何か法要をされています。いつも通り家内安全のろうそくをお供えして、ここはちょっと控えめな線香もお供えしておきます。そして法要中ではありますがお参りします。そして御朱印いただきます。特別な何かやってます。特別な何かなのかとお尋ねすると、御開帳だそうです。なんと今日から8日間ご本尊千手観音御開帳でした。そしていただきました第12番ゲットです。御開帳なのでぜひ見ていらしてくださいとおっしゃっていただきました。しかし法要が終わる気配がありません。先に池を見てきます。事前の確認で思いもよらない発見がありました。なんと松尾芭蕉のあの有名な句、古池や河津飛び込む水の音、その古池がここにありました。本堂の隣だそうです。見てきます。ここです。もう何が書いてあるかほぼ分かりません。これはオフィシャルなのか誰かのいたずらなのかも分かりません。思ってたのとちょっと違いました。思ったより古くないというか、芭蕉の時代にすでに古池なら今となってはとんでもなく古いと思っていましたが、そうでもありません。なんならお手入れされていてちょっと小綺麗です。本当は中からも見れるんじゃないかと思うんですが、法要終わりません。法要の横を突っ切る勇気もありません。入山料結構したのにここまでかと思いつつも、御朱印いただけたし芭蕉の池見れたしと思えば目的達成です。引き上げます。危ない危ない、本堂の写真撮ってません。何かの準備中のところを失礼します。いただきました。せっかくなのでもう少し探検してきます。ここにも池がありましたが、台風の影響か濁ってました。そしてここが有名な湯泉のようです。ここの水はとてもきれいです。そしてもう一箇所、白姫龍神だそうです。白姫龍神って正解でしょうか。毎年7月にお祭りがあるそうです。そして戻ってきました。法要どれくらい続くかお聞きすると30分くらいという話でしたが、せっかくだったんですが次もあるのでやめておくことにします。ということでバイクで行く西国三十三所巡礼第12番正法寺、別名岩間寺でのバイクと散歩でした。ご朱印いただきました。第12番クリアです。そして何といっても芭蕉の池できました。写真も撮ってきました。これは私にとって大収穫です。きっと世間では有名なんでしょうが、私は知らなかった分感動的でした。本当は中からも見たかったんですが仕方ありません。もっとバタバタしない時にまた行ってみたいと思います。今日日にち的には絶妙に良かったんですが、時間が絶妙に早かったようです。法要が終わってその後準備されていた何かしらの行事も終わった頃にたどり着いていればベストだったんでしょう。
なんか忙しいところお邪魔したみたいで失礼しました。さあこの後続けて第13番へ行こうと思うんですが、次はいよいよ投稿100本目の記念会、バイクで行く西国33所巡礼もいいですが、このチャンネルの本来の趣旨にふさわしい投稿にできたらいいなとも思います。とはいうもののまだ別の動画撮れていないのでどうなるか分かりませんが、ひとまずお楽しみに。それでは次回まで、ご安全に。